シデ天地章は、秋田県仙北市にある湖。シデ天地とも書く。タデ地と、地元では呼ばれている。山崩れのためにできた石とめことされる。立様の北東にある。シデ天地章東部には、ベンチと机があり、沼を一周する道が整備されている。およそ20分で沼を一周できる。昔、上日の木内横枕集落の上杉渡る越え門の、章下の場が、 どうした心持ちか、浅糸を巻いた枠を背負って一目散に沼に駆け上った。引き止めようとする村人を時々にみつけていく。やがて村人が死で天地章についてみると、騎士に草履が揃っており、背負っていた枠ばかりが水面に浮かんでいた。今でも天気の良い日には、章下のばあさんが沼を出て、気を追っている。そして、上のざまに休んでいるから、 うっかりそこを通るとたたられるという。元来その沼には、鯉、船、逃げやフェアしか住んでいなかった。しかし、三尺ほどの大きさの鯉もいた。昭和5年頃、三尺以上の赤い鯉が六尾悠々と泳いでいたため、この村の営林局担当員の沢井言吾が村田銃を撃ったが、当たらなかった。大正時代に、 小熊という森林主事の人が、天野と田沢湖の深城から米マスを取り寄せ、放流したが、天野はほとんどを取り尽くされた。1940年頃には、角野立営林所が赤上岩吉を沼の番人とした。赤城は、イカダで沼を移動していた。1968年7月、田中力蔵は、仲間と一緒に、しで天地商に魚を取ろうと網を入れた。その時、 金色の全長1.5メートルほどの鯉が網にかかったが逃げられてしまう。1988年田中は地元テレビ局の協力で特注の網と水中カメラで沼を探したものの巨大な鯉は発見できなかった。上日の木内坂本から大角屋牧場を経て5.1キロメートル進むと登山口になる。ここから 標高差230メートル、距離2.4キロメートルの緩やかな登山道をたどることになる。ただ、杉の造成地が多く登山道が壊されているため、案内人の案内か GPS の使用が望ましい。沼では現在うぐい、若サギなどが釣れ、また2メートルを越す、幻の鯉がいると言われている。沼の周囲の胸林は、わずかに残された貴重なものであると言われている。 ありがとうございます。